ハノイリビングの田口です今ね私がいますこの場所は、えー、包帯の湖この湖畔沿いに走っている、えー、クワンカインっていう通りがあるんですよね、うん、クワンカインそこに来てます、はい、ちょうどねこの目の前に立っているこの2つのアパートがあると思うんですけどこれね壁で遮ってもちろん、えー、違うんですけどでも管理している会社はこのハノイハウジングさんっていう会社なんですよね、はいえー、片方が4部屋 2階、3階、4階、5階、こっちも一緒です。1階はお茶屋さんですね。で、2階、3階、4階、5階、全部で8部屋の、まあ、小規模のサービスアパートなんですよね。で、もともとはここはね、なんか古いなんかアパートというか、ずっと建ってたんですよね。だからこんな感じの、はい。あったんですけども、それを全部ね、あのやり替えて、このオーナーさんがね、 お金を投下してきれいに設計し直して作り替えました。一、はい、部屋が、ね、あ全部スリーベッドルームです。1ベッドとか2ベッドはありません。全部スリーベッドルームで。片方は160平米のスリーベッド。もう片方は140平米のスリーベッドルーム。中に入れている家具とか電化製品とか全部、ね、完璧に一緒です。はい、ボッシュの、ね、そのいわ電子レンジとかハーフェルの えー、ビルトインのオーブンとかね食洗機なんかも全部標準でついててお湯タンクも100リットルあるんでバスタブゆったりとつかれますはいじゃあねどんな感じがねこの8部屋の部屋の,、まあ、あの主に160平米と140平米の2つの部屋のねご紹介をして,し,、えー、していきますね、うん、じゃあこれから部屋にねカメラを入れていきます、はい、1階がねこのおしゃれなねお茶屋さんなんですよお茶をここでね振る舞ってくれるっていうのがあって 私も今、開けさせていただいて見たんですけど、まあね、なかなかね、日本,日本茶じゃなくて、ベトナム茶ですよね、ベトナムのお茶、ベトナム人ってお茶好きなんですよね、オフィスとか行ったらね、お茶を振る舞ってくれるんですよね、ちっちゃなコップにね、入れてね、はい、あの独特の文化があるんですけど、はいまあ、これが1階にテナントさんとして入っているということなんですよね、うん、で入り口はここに1つ、ここにあります。 はいここもまあ設計会社の会社さんが1階に入っているそうでこの設計会社さんがこの建物の設計をしたらしいんですよね。うんエントランスがここです。はい入り口入ってこの感じ。今ねあの掃除の皆さんハウスキーパーさんがね総出で掃除をしてますね。はいねちょっと申し上げたいのはこの奥に来るとここにねバイクとかあの皆さんの自転車なんかを置いておくことができてでジェネレーターがつくんですよね。 これは全部の建物のエアコンとかは対応できませんけど、えーんとエレベーターとかね、共用部分のライトとか、それは停電もし停電になればこいつがえーと発動して電気を供給するということです。はい、これは共用部分ですね。で入り口が片方がここの入り口、入り口っていエレベーターですね。もう一つはここのエレベーターで上に上がると。 2つ綺麗に並んでるアパートなんでね。うんじゃあちょっと今から上にね。上がってきます。はい、じゃあこれから部屋ですね。取っていきます。はい、えー、5階建ての小規模なサービスアパートなんですが、5階の部屋今上がってきました。はい、明日からグランドオープンする。新しい新築のサービスアパートなんですが、はい、事前にね。ちょっとはい、部屋の中を見させていただくことができました。まずね、部屋の形からこれね。もう見ていただければ。 わかりますけどパノラマの逆光でちょっと暗くて申し訳ありませんけど160平米の3ベッドルーム、はい、1階に関してはもうね契約が決まってるらしくてちょっと1階はあの3ベッドじゃないんですけども2345の4部屋たった4部屋しかないサービスアパートなんですよね。もともと、まあ、古い建物がアパートが建っててそれを大リノベートをして作り変えました。はい たった4部屋だけのあのサービスアパートですね。その代わり、もう税を凝らしたあの設備機器家具を入れてるんですよね。はい、まず、このリビングダイニングキッチン、この広さですよね。うんでレイクビューがスカーと。とはい、一望に広がってます。まあ、これをね。眺めて愛でながら生活するっていうのは？ このエリアだけなんですよね。金馬とかハイバーチョンとかホアンケムとか広在ミーリン絶対に無理なんですよ。まあこのあの太湖というね大きな湖沿いっていうのが一つのこのメリットなんですよね。ただまあ湖沿いっていうことはまあたい想像していただければわかりますけど、やっぱり水が近い分ハムシも出てくるんでそれを考えてねもう完璧に網戸をちゃんと部分部分で網戸を入れているということです。 はい、まず形からねこのリビングダイニングキッチンですよね広いですね160平米、うん、大きなね大画面のテレビですねでエアコンもキャスパーのエアコンがあそこに1台でもう一つ反対側に1台、まあ、これぐらい広いと2台入れないとね冷えないとまあまあ季節のいい時は1台でもいいと思うんですけどシーディングファンもあるんでね はい、でこの小さな子様を眺めながら、はいあのまあ、調理ができるこのねカウンターキッチンですよねキッチンも全部完璧に揃っています、はい、オーブンレンジで、はい、しょこのディッシュウォッシャーですね完璧に全部揃えていますし網戸もありますねこれね網戸、はい、もここにもつけてると。 はいこの感じこれがリビングダイニングキッチンですねでこの横にちょっとこうちょっとしたスペースがあってここはランドリースペースなんですよねはい乾燥機と洗濯機をセパレートに配置していますでこの周りはこの棚でね覆われててうんこんな感じですよね160平米あるんでこういうスペースを作ることができるわけですようん棚ね天袋の上もね棚があって換気扇までついてますよね。 はいで、この向こうに部屋が3つあります。3。ベッドルームです。はい、手前に一番よく使うお手洗いがここですよね。で、グラスシャワーがあって奥の窓も開閉できますけども。もえー、網戸がついてます。はい、この感じで鏡があり、ちょっと座る。こういうね。靴をブーツを履く時、なんかに使うものがあり、これがサブのベッドルームが来ます。 網戸、はい、はもちろん全部に網戸がつくと、はい。で、クローゼット、独立したエアコン、キャスパーですね、がきて、もう1つが、こちらがメインかな、これがメインベッドルーム、<laughs> はい、これがメインベッドですね、はい、足元から、まあ、天井近くまでのこの特注のガラス、隣は、 ちちょっとお金持ちのね西洋人の大使館系の方々なんかがお住まいになるようなプール付きのビラなんかがあってね、はい、これもねベトナム人のお金持ちとかベトナム人のお金持ちがお金持ちの外国人に貸してるんですけどここういういい家がこの辺っメインベッドルームメインベッドルームに通じるバスルームがきますバスタブ付きですね。でここがお手洗い、うん ということですよね、はい、でこの後ろがこの、ね、壁面いっぱいの収納クローゼットですよ。天袋付き、はい、がつきます。うん、でもう一つ最後のもう一つがこれがこれもサブのベッドルームサブタってこれ十分なメインの広さですけど、はい、この広さですね。はい、でクローゼットがあります。ねこのサブベッドルームもバスルームが来るんですよね。この感じ 広いですよねバスタブ入れてもいいぐらいのでもグラスシャワーなんですよねはいこの感じですよこの3つの部屋、はい、と巨大なリビングダイニングキッチンを廊下で挟んでやってるというこれねはいもうどうですかね、はい、ちょっと細かくいきましょうかね、はい、もう細かい設備機器ウォーターサーバーが通しあってビルトインのオーブン もちろんきますメーカーは、えー、ハーフェルかな、ドイツ製ですね、ハーフェル。で、これがボッシュの電子レンジ、どうやっけのかな、わかんない、どこか押したら開くのか、こうか、ポはい、これが電子レンジですね、電子レンジがボッシュ、ハーフェル、両方とも、えーえー、とドイツ製で固めて、でこの LG の観音扉の冷蔵庫がここに来ます。 台、ね、があって、この台がいいですよね、東芝の炊飯器、ポット、エレクトラックスのポットが来て、ちょっとまだ、ね、セットアップっていうか、ここにお皿入れたり、いろんなものを入れるんでしょうね、はい、まだあの明日からいろいろグランドオープンということで、今、本当、急ピッチで、ね、最後の仕上げをされてるっていうところで、うん、まだ足りない部分はありますけども、ゴミ箱とかね、そういうもの、細かいんですけども、そんなものはきちっと用意しますよと。 でここにスプーンとかフォークとかですけども全部あの卓上に置いてますよねあれが全部ですねあんな感じで用意はもう最初からつけておきますっていうことですはいで大きなね一口のこのキッチンシンクこれいいですね2つに分かれてないですよね、はい、いいよくてでこの下も、まあ、こんだけのスペースがあるんで、うん、電源もありますから、えー ヒカリックスととか旬のの水器をここ下に入れることはできますよね、はい、なんといってもこのカウンターですよねこれは何なのかなこれ押したら何か出てくるのかな、はい、洗剤かなで、えー、とハーフェルの三口の IH の最新版のクッキングヒーター、ね、でここで吸い上げて煙を吸い込んで外に吐き出すということですよね。 うん、あ収納たっぷり収納たっぷりですよねもううも開ければ全部棚はあ、すごいですね、はい、こんだけいるかなという感じですけど、まあ、でもまあまあ大は小、いえー、は,は兼ねますので,、はいでデ,ィえー、ディッシュウォッシャーですねこれも ハーフェル製ドイツ製ですよねこれも新品まだ封を開けてないというかはいっていう感じですよねで L 字型のこのリビングのソファーが来ます丸テーブルのコーヒーテーブルで大型のテレビですよねはいこの感じ十分ですね Wi-Fi のはいあのモデムもあそこの天井に下げてますよねあそうかここにあるのともう一個向こうにもあるんだ ああこれ部屋が160平米でひどいので w i f i が届かないからここにも2つ置いてるんですよね、ここの辺がやっぱり気が利いてますよね、はい、なるほどそういうふうに分散してどこの部屋のどこでも w i f i を早く使うことができるっていうそういうふうにしてくれてます。 床は、ねまあ、フローリングというかこれ本当の木かなちょっと分かります、本木かな、ちょっとそういうシートかもしれませんけどね、はいまあ、こんな感じですよ、はい、拭き掃除、さっきまで、ね、キーパーさんが拭いてました、ちょっと濡れてましたけど、今、もう乾いてますよね、うんで、この6人掛けのダイニングテーブル、でかいですよね、はい、もうカウンターから見たらこれかっこいいですよね、このフォルムがね、この部屋の広い。 で二重察し、このペア察しですよね、太いペア察しが来ます。開くかな開くか、重たいですね。で、この感じですよ、この感じ。はい、下がもう、これね、はい、もうこの湖沿いに、湖畔沿いにずーっと伸びている道ですよ、これがお隣さんかな、まあ、ちょっとあの上まで来るとつらが合っちゃいますけど、まあまあ気にしないでください。 はい、大丈夫だと思います、はい、この黒い、ね、もう建物が鬱陶しいんですけど、うん、これはもうできちゃったんで仕方がないですが多分まだ稼働はしてません違法建築ですのでいつやるかは分かりません3グループがやってますねでその向こう側に赤いあの瓦の屋根が見えますよねあれがダイヤモンドウエストレイクですね昔のセドナスイートがあそこにまだ、ね、長々と、はい、きちっとこう営業されていると。 この広さですね。このレイクビューですよ。はい、これをこう一望にねすることができて、網でもちゃんとつきますから、ハムシ対策も大丈夫っていうことですよね。ああ、すごいですね。レースのカーテンと遮光カーテンね、ちゃんと二重で仕切ってます。うん向きが北と西の間、向こうが西ですね。でこちらが北ですね。その間。 ちょっっと北西っていう感じでだからまあちょっと西が斜めからこう入ってくるっていう感じですけど結構向こうの側なので向こう側なのでまあ問題ないかなということですね。うん、でこういうねやっぱりね余分のこういうねスペースがあるのがいいですよね。 うん、だから荷物の多いお客様の家族、こんだけの広さですから、4人家族とかでも、5人家族でもね、収納に関しては、まあ、対応できるんじゃないかなと思いますね。うん、アメリカンスタンダードの洗面、でお手洗いで、グラスシャワー、グラスシャワーの上のはお湯タンクが50リットルあるんで、まあ、50あれば洗い切る全然問題ないですね。で,網でもちゃんと来ます はい、開口部に網戸っていうのがね、はめ殺しでも開口しないやつはつけませんけども、開口部が開くところはすべて、うん、あの網戸にしてくれてるとで、こういうガラスがあって、この後ろもちょっとした収納ですね、これ入り口の正面ですね、入り口の正面、レインコートとか帽子とか引っ掛けるやつですかね、はい、天袋もあります。でこの横はちょっっと座って 靴を履くこれも引っ掛けるのがあって上天袋がありますよね、はい、で各部屋はこんな感じでさっきも言いましたけどここは多目的にみ、えー、メッドルームが3つありますから、えー、3つベッドいりますかっていうことなんですよねアパート側からすればでいやもう2つで十分とただここは小さな子供がいる場合は子供さんのねこうふわふわの柔らかい床を敷き詰めてここで子供さんを遊ばせると。<laughs> かもしくはご主人さんの執務机みたいなのを入れて椅子を入れてここで仕事部屋にするとかそれはお客様の用途に合わせていくらでも対応はしますよとベッドを入れてくれたらベッドも入れますと執務机と椅子を入れてくれたらそれも入れますということです。はいシーリングファンがついていて開口部は窓があるから必ず網戸で、はい、覆ってますよと、うん、これクローゼットですよね。 はい、こんな感じです。キャスパーの冷暖房のエアコンがついています。うん、で、こっからが主えっ、ー、とメインベッドですよね。えー、こうですよね、はい。向きがちょっとわかんない。北西の反対、北西の反対ですね。南東かなっていう感じですかね。で、こんな風に開口するところは必ず網戸。ピタッとこうやって。 はい、開ける今はも季節がいいんでエアコンかけなくても開けとくだけでね反対側と向こう側で全然開けるだけでね風がファーと通っていきますよね。でこの辺りはもう家が家自身がもう高級住宅街なので住んでる方々も相当やっぱりねレベルの高い方々ベトナム人もしくはベトナム人から借りている西洋人外国人、はい、なので大使関係の方とかも結構多いんですよ。 だから、まあ、この辺、治安に関してはすごくいいところですね、はい、静かです、何よりも静か、大きな車がバンバンバんば走るような通りには面していません、だからもうここの下は、この住民の方のバイクぐらいしか通らないんで、静かですよね、はい、このいい環境、で仕事机があって、電源がありますよね、LAN ケーブルの口まではないか、下にも電源があるんで、4つ電源がありますよね。 ベッドがありベッドもまあまあ大きなキングじゃないですけどもクイーンサイズぐらいの大きさがあるのかな両サイドはキャビネットで読書塔もねここでしっかりパチッとやればこんなね、はい、明るい電気がつきますということですね、はい、でこういうところにもちょっとした、ね、収納を全部入れてくれてて、はい、台というか勉強机ですけども うん、引き出しがついててここに金庫セーフティーボックスがあります、はい、エアコンはもちろんキャスパーねシーリングファンは必ずつきますね、はい、もう細かいですけども全部徹底してます、うん、でここも開口部だからこれもね網戸、はい、がつくとでここが、まあ、圧巻はこのこのクローゼットですよね、うんうん こここの感じ、はい、これ全部クローゼットです棚もついていて、うん、この感じですよね上もまあ開けませんけど天袋がついてると、はい、これがあるんですよね、はい、メインベッドなんで一番これが広くてで、まあはい、あの姿見なんかもここにちょっと置いてあってでここがバスルームでバスルームのお湯タンクですけどバスタブがあるところの上には100リットルあります100リットル。 なので肩までゆったり使ってゆっくり使った後洗い場がないんだよなあ,あ洗い場がないか洗い場があったらいいんですけどねじゃあもう次子供さんとか次ねあの順番順番でここのここで洗う場所があったらこのお湯を はい、あのじゅんぐりじゅんぐりに使えるんですけども一つしかないんでまあこれどうかなほかにも二つ、はい、バスルームがあるのでそこでシャワー浴びてもらうっていうのもあるし浸かりたいっていう方はここで使かってゆっくりね、はい、順番順番でで洗う時はこう抜いて、はい、水をいお湯を抜いてこれシャーッとシャワーで立って洗い切るとで横にはもちろん湿気を飛ばす窓網戸付きですねがあるということですよね。 はい、でウォッシュレットのようなアメリカンスタンダード社製の、はい、ヒップシャワーもちゃんと電動電気が入ったものがついているということですよね、はい、換気扇もあります、うん、こういう引っ掛けるねこういうものをちょっとつけてくれてるってねバスタオルを引っ掛けたりするのにちょうどいいですよねこれがメインのベッドルームですねでもう一つ最後に、えー、メインベッドルームのようなバスルーム サブベッドルームですね、はい、この広さすごいですねここはカーテンがないなぜかはめ殺しだからこれ開かないんで,でカーテンあカーテンじゃないです網戸はつきませんこ、はい、こねこういうね分かりやすすいいですよね <laughs> こういう、ね、あ上一番上なのかここなのか下なのかってね分からないんでやると上から頭から冷たいのがアチャーってなるんですけどそうならないようにちゃんとね 分かりやすく表示してくれてますよね。うん、あってここにはウォッシュレットはつかないですということですね、はい。これが大きなサブのベッドルームになります。うん、ここにも姿見があります。はい、クローゼットももちろんついてる。まあ、ベッド周りの備品は一緒ですね。両サイドキャビネットに読書灯がついてると。あとはこれ反対側のご家庭ですよね。まあ、この辺は目がが合ってしまうんですが 寝室ですからね、ここは寝るときだけですから、まあ、カーテンと遮光カーテンを閉めて寝ていただく場所ということで、うん、いうふうに考えていただければ、シーリングファンは各部屋必ずつきます、これはいいですよね、はい、季節いいときにはもうお風呂上がりはシーリングファンだけでも十分、汗が引きますから、うん、こんな感じですよね、160平米。 はい、で、まあ一応ねサービスアパートですから、160平米の中に含まれているサービスもちょっとねご紹介しておきますで。家賃に関しては概要欄に置いておきますね。家賃もやっぱりね変わりますんでね。 はい、ちょっと最初、強気で出していましたけどちょっと強気すぎてちょっとあの減額しますとかになると,ちょっとここで何ドルって言ってしまうと残ってしまうので概要欄に置いておきますが2024年のこの12月時点では、まあ、当たり前ですけどもこの部屋、3000ドルは超えます全部税金、えー、管理費サービス入れて3000は超えるんです。 はい、それはもう、4000に届くかな、というレベルですね。<laughs> 高いんですね。はい、ただ、今の現時点ではそうです。ただ、もうあの西洋人の方とか、やっぱり予算が高いんですよね。私たち日本人の感覚で、今、一度で150円で計算すると、おーってなるんですけど、アメリカ人とか、アメリカ大使館とかにお住まいの方とか、お勤めの方とかは、結構、この辺の、こういう規模の高いけど広い。 まあ広いけど高いっていうサービスアパートを結構アメリカ人とか西洋人が今借りてるそうです。はあ、ちょっと日本の今昔の日本のような感じですよね。まあしょうがないですね。為替が結構変わっているので。うん、でその、えー、家賃に含まれるサービスですけども税金もちろんレッドインボイスは発行します。で管理費も入っています。共有部分の経費ですね。はい、えー、は全部入っています。それとハウスキーピングサービスが週3回です。 掃除はしますでもね洗濯とかアイロンがけとかお皿洗いとかはもうご自身でやってくださいやりませんとこんだけ広いので拭き掃除だけでも相当時間がかかるのでもうね洗い物とか洗濯まではできないっていうそういうスタンスです、はいで。あとインターネットですねさっき言いましたように2箇所ありますよねこれ多分めちゃくちゃ早いと思います。 私も今こんな感じのタイプのインターネットのモデムを使ってますがテレビの下にねなんかアンテナ立っててボカーンって転がってるようなやつ使ってましたけど、ね、今までまあ遅いですよねでも天,天井つけたから早いっていうわけじゃないんですけどこのタイプのやつは総じて早いと思います私も今それは実感してます、はい、インターネットあとはあの蛇口をひねって出るこの水道料金までは家賃に含まれてます あとは電気代とかですよね、そのあたりに関しては、あとはそのウォーターサーバーのこのウォーターボトル、まあ、1本500円ぐらい、19リットル、はいそう、そういうやつに関しては、どったけろかな、はい、ここの下に入れるんですけど、こそれはもうあの個別で買ってくださいですね。と、はい、いう感じです、まあ、サービスアパート。うん 立地に関してはこのね包帯の景色をもうかぶりついてるっていうねまさしく眼下に広がる湖のビューレイクビューが何よりここの売り、はい、ずっとこれを眺めながら高い建物は湖ゆえに立たないですからね、はい、ですから逆に安心してゆったりとこの湖面のね風を感じながらお住まいいただくというアパートですたたった4部屋だけです。 これがたった四部屋だけしかないサービスアパートはいいかがでしょうかはいあのね三階と四階だけはこの柱がつきますさっきの五階はこれなかったんですけどねえー、っと三階と四階だけはこの丸い柱がきますちょっとこれがね一応言っときますねまあどうかな。 どうかな、はい、そんなにあのあの幅が利かしてるわけじゃないのでいけるとは思うんですけどこれはどうしてもねあのえっと梁っていいますかね重さを支える柱なので必要なんでこれはつくことだけ3回と4回だけこの丸い梁が柱が入るということですね。